まず一つアウトを取りました。バッターは DH ウィーラー。先ほどの打席はライトフライに倒れています。アルバース、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。ボールですね。はい、アウトコース変化球が決まってストライク。ノーボールツーストライクです。内へ低めに変化、バットに当たりません。三振。バッターボックス銀次、先ほどの打席は同点のチャンスだったんですがファールフライに倒れています。ツーアウトランナーありません。引っ張った、セカンド取る、一塁アウト、スリーアウトです。この回イーグルス三者凡退です。1対1同点です。配球表をご覧いただいています。今日はストレート変化球ともにバランスよく投げています。6回の裏バファローズの攻撃、2番バッター福田、先ほどの打席はショートゴロに倒れています。バファローズ同点で迎える6回の攻撃です。インコース決まりました。ノーボールツーストライク。打ちました。セカンドうまくさばいてアウト、ワンアウト。バッターボックス大城、前の打席はジャストミートでしたよね、今日はタイミング合ってるようなんでどんどん積極的にいってもいいと思いますね、期待しましょう。福井、まずは先頭バッターを打ち取っています。打順は4番吉田、先ほどの打席はショートゴロに倒れています。ツーアウトランナーありません。この回のバファローズ打線ですが4球でツーアウトになっています。まあ簡単に打ってしまいましたね。はい、そうですよね。低め空振り、3球目は何で来るか。この球は落としましたが決まりません。抑えて3アウトチェンジです。この回バファローズ3人で攻撃を終えています。6回終わって1対1同点です。里崎さん、今日はここまで素晴らしい投手戦になってますね。そうですね、まあ本当に両投手いいピッチングしてますから、お互い一歩も譲らない展開ですよね。見応えありますね。はい、この展開どこまで続くんでしょうか。アウトコースへ決めました。打ちました。ここは打ち上げています。レフト掴んでワンアウト。打順は8番島、先ほどの打席はファーストゴロに倒れています。まずはワンアウトを取っています。最初は変化球できました。ストライクです。これが2球目、ボールになります。外れましたか。いいボ
ールでしたけどね。はい、外のストレートわずかに外れてボール。これが4球目、外に決まりました。2ボール2ストライクです。5球目は何で来るか。三振になります。バッターは9番辰巳。先ほどの打席はライトフライに倒れています。前の打席はちょっとヒヤッとするような大きな当たりでしたよね。ここは慎重に行くべきでしょうね。そうですね。2アウトランナーありません。インサイド落ちました。センターに抜ける。辰巳、これが自身本日の初ヒットになります。2アウトランナー1塁。ご覧いただいています、ここはうまく打ち返されてしまいました。打順は1番に帰ります。バッター茂木。先ほどの打席は俊足を見せつけての内野安打でした。ヒットでランナーを1塁に置いています。ここはクイックが得意なピッチャーなんで、ランナーは浮かずに走れないでしょうね。なるほど、そうですね。外の球打った。抜けていく。ライト前ヒット。これでマルチヒット。ここはうまく引っ張られてしまいました。まあこれはいいバッティングされましたね。さあバファローズ、勝ち越しのランナーを背負った場面です。この場面の1点は大きいですから、勝つためにはしっかりしのぎたいですね。なるほど、そうですね。さあそのマウンド上のアルバース、どういったピッチングを見せるのか。見送ってまずはストライクです。カットボール。次は勝負ですね。決め球を左中間へ、いいところに上がった。ワンバウンドヒットになった。ボールは中継、セカンドランナーホームイン、ファーストランナーもホームイン。イーグルス勝ち越し、3対1。バファローズさらにピンチが続きます。抑えたかったんですが、この場面で勝ち越されてしまいました。そうですよね。コースとしては悪くないんですけどもね。この終盤でリードを奪われます。バファローズここでピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは2番手の海田。ここからの追加点は避けないといけないでしょうね。まあそしてこの場面、相手が勝負強いバッターですから、コースに気をつけてストライク先行でいきたいですね。そうですね。さあ気をつけていきたい浅村がバッターボックスです。いいまっすぐですね。アウトコースのストレート、力があります。これが3球目。左中間へ、上がりすぎたか。ここはフライになっています。掴んで3アウト。この回の攻撃はここまで。しかしこの回イーグルス貴重な得点が入りました。3対1、イーグルスが勝ち越しています。さあそしてここからはラッキーセブン、バファローズの攻撃に入ります。オリックスバファローズラッキーセブンの攻撃になります。バッターボックスには指名打者の小島。先ほどの打席、最後は見逃し三振に倒れています。さっきは見送っての三振でしたよね。はい、ここは思い切っていってほしいですよね。そうですよね。バファローズビハインドで迎える7回の攻撃です。
西さん、チャンスを作るにはとにかく塁に出なければいけません。まあやっぱりこの回でね、得点できるかできないか、これは大きいですよね。まずはこの先頭バッターを出していきたいところです。スライダー決まりました。ワンボールツーストライクです。さあ4球目は何か、よく見ています。打ちました。浅村アウト、ワンアウトです。バッターは6番山足。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。まずは先頭バッターを打ち取っています。インサイド落ちました。これはどうだ、破りました、センター前。これでマルチヒット、ワンアウトランナー一塁です。バッターボックスは7番 T 岡田。先ほどの打席はライトフライに倒れています。ヒットでランナーを一塁に置いています。初球打ち掴んでツーアウトです。バッターボックスは8番西浦。先ほどの打席はファーストゴロに倒れています。ツーアウトになっています。西さん、どうでしょう、走ってきますかね。まあ十分考えられるでしょうね。一塁ランナーは俊足のランナーです。牽制、一塁はセーフ。ランナー動いてきませんね。さあ3球目は何か、西さん、ここは走ってこないんでしょうか。いや、まだ分かりませんね。まあ、カウントを見て変化球を投げてきそうなタイミングで走ってくることもありますね。なるほど、そうですか。次が4球目、変化球空振り、3アウトチェンジ。ランナー出ましたがバファローズ得点はありませんでした。7回終わって3対1、楽天イーグルスがリードしています。8回の表イーグルスの攻撃、バッターボックスは4番島内。先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。ここはさっきの勝負球をどう使うかですよね。はい、さあどういうリードになるんでしょうか。バファローズビハインドで迎える8回です。さあ里崎さん、これ以上離されると厳しいですから、しっかり抑えていきたいですよね。まあもう後がなくなってきてますからね。ゼロを並べていかないといけませんね。そうですよね。一球一打に集中してほしいと思います。インコースボール、追っつけて打ちました。この打球は落ちそうだ。ワンバウンドヒットになりました。これでマルチヒット、ノーアウトランナー一塁です。バッターは DH ウィーラー。今日はまだ当たりがありません。ファーストランナースタート、キャッチャー二塁送球する、盗塁成功。ここで盗塁を許してしまいました。少し警戒しておきたかったですよね。やはり走力というのは大きな戦力ということですね。まあそうですよね。そういった機動力を重視したチームがね、増えている印象はありますよね。そうですね。さあここをしのいでいけるか。これは変化球、レフトへ持っていった、フリーヒット、二塁ランナー三塁を回った。中継にボールが送られる、セカンドランナーホームイン、イーグルス追加点、4対1バファローズ。なおもピンチが続きます。警戒していた相手ですがタイムリーを打たれてしまいました。
点差が広がります。そうですね、厳しい展開になりましたね。終盤で大きな追加点を奪われました。ここで離されたくないですからね。まあそして勝負強いバッターが相手ですから甘いコースは特に禁物ですね。その警戒すべき銀次が打席に入っています。ストライクゾーンをいっぱいに攻めてきます。いい落ち方だったんですがバッターよく見ています。4球目は何で来るか。変化球打った、高いバウンド、ファーストが抑えた、一塁送球、一塁アウト、ワンアウトランナー三塁となりました。さあそしてバッターボックスにはブラッシュが入ります。さあワンアウトになりましたがピンチは続きます。まあこのまま抑え切って攻撃陣の奮起につなげたいですね。なるほど、そうですね。三振を取りたい場面ですよね、ここは。なるほど、さあどういうリードをしてくるのか。里崎さん、三振を狙うリード、外の球打った、センター前へ抜けていく、サードランナーホームイン、イーグルス追加点を挙げました。5対1、バファローズもうこれ以上点はやれません。抑えたかったんですがここでタイムリーを打たれてしまいました。点差が広がります。まあ踏ん張っておきたい場面だったんですけどね。残されたイニングはあとわずか、決定的な追加点になるかもしれません。8番バッター島、際どいコースに送ってストライク。さあ2球目は何か。ナイスボール、このクロスファイヤーがいいですよね。はい、高めのストレート。